はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっとうちにキッズが5人も集まってしまいまして、家がどんちゃん騒ぎなのでね、僕はこうやって外で車の中で仕事をさせていただいております。はい、今日のテーマはですね、タイトルにもあるんですけれども、自分に厳しい人より自分に優しい人の方がギターが上手くなるっていうね、お話をねしたいと思います。とある生徒さんとねやり取りをしてたんですけど、添削という形でねメールのやり取りをしてました。僕のオンラインクラスっていうのが、まあサブスクで言うとね、2つプランがありまして、まあ安い方と高い方とあるんですけど、安い方はサポートに制限がついてるんですよね。月2回っていうのがありまして、高い方っていうのがね無制限なんですよね。僕のサポート受け放題っていうやつです。で、まあ月2回のサポートでやってた生徒さんが、ちょっとここだけ教えてくださいということでね、3回目もっていうことでメールでねお願いをしてくれたんですけれども、この一つだけを教えるためになんかちょっと高い方のプランに切り替えてくださいっていうのもなんかちょっと気分が乗らなかったので、じゃあちょっと YouTube の動画にさせてもらって、まあ YouTube ご覧の皆さんにもね情報共有っていう形でねご協力いただけるならどうですかっていう話をしたら、あ、ぜひぜひということだったんでね、ちょっとこの話をさせていただきたいんですけれども、この生徒さんはですね、結論から言うと自分に厳しい練習をしている生徒さんだったんですよ。で、もうちょっと自分に優しくしましょうっていうねことをお話しさせていただいたんですけれども、パッと聞いて自分に厳しい方が絶対上手くなるに決まってるじゃないかと思われるかもしれないんですけど、これねちょっとね皆さん考えてみてください。こういうねフレーズがあったんですよ。チェット・アトキンズの曲なんですけど、これを弾いた時に結構早く練習されてたんですよね。ここのランフレーズというか早弾きっぽいところがあるんですけど、ここがねできないんですっていうお悩みだったんですよね。まあ、送ってもらった動画を見て僕が添削させていただくっていうサービスをねやってるんですけど、まあまあ早いんですよね。練習テンポが早いんです。僕のデモ演奏に近いテンポで最初から挑戦しようとされていて、こんな風な感じになってました。はい、もうねもう何百回も弾いて練習してるって言ってました。僕の言う自分に厳しいっていうのがここなんですよね。で、自分に厳しいっていうのが自分にできないスピードで自分にできない課題を課してるんですよ。で、何百回もやってるんですよ。自分のキャパを超えていることを何百回も自分に課しているんですね。はい、これを僕は自分に厳しい練習と呼んでます。で、例えばですね、皆さんギター練習じゃなくても仕事ありますよね。で、自分のキャパを超えることを、例えば自分のキャパシティが10だとして、例えば 4,50 の仕事をね毎日毎日課せられてたらどうなりますか？仕事嫌いになりませんか？はい、こういう自分に厳しい練習をしているとギター練習ね苦痛になると思うんですよ。だっていくらやっても上手くならないんだもん。というわけで今日はどうするかっていう話なんですけど、何回も僕が動画でもねサロンでもお話しさせていただくんですけど、ゆっくり練習しなさいっていうお話とはちょっとね観点が違うお話をね今日はしようと思います。で、その自分に厳しい練習がなんでダメなのかっていうお話をちょっと分かりやすくしたいんですけど、今の僕のね綺麗に鳴らせてないぐちゃぐちゃぐちゃっとしたプレイあるじゃないですか。例えばねそれをね100回やるとします。ちょっと図ではね10にしますけど、これ一つ一つが ×10 だと思ってください。僕も最初弾けなかったんで、最初どうしたかっていうと超ゆっくりに落とし込んで、このスケールを行ったり来たりするスケール練習をしたんです。これメジャースケールでもないし、なんだろうなって思いながらこの曲を弾きたくて練習したんです。なぜそんな練習をしたかというと、これをやるとどうなりますか？もちろんゆっくりやると一音一音ちゃんと弾けるじゃないですか。まあ楽しくないですよ。まだこんなの弾けても弾けるって言えないじゃないかと思われるかもしれないですけど、ここがマジックなんです。この生徒さんがやってらっしゃった何百回もやっているっていうこの練習、くちゃくちゃくちゃって弾くというよりはこなすというか、その場をしのぐようにそのパートがやってきたからくちゃくちゃってやっちゃうみたいなことを何百回もやってるとどうなるかっていうと、体が、あ、これはこうやって弾くんだっていう風にだんだん錯覚をしてくるんですよね。脳はチェット・アトキンスみたいにかっこよく弾きたいのに、体は、あ、こうやって弾くのねっていうような覚え方をするんです。ところがですね、じゃあゆっくり練習やる、絶対にゆっくり練習やるぞってなって、僕みたいな今みたいなねスローな練習を100回やったとします。確実に一音一音弾けるテンポを見つけてそれで練習するとします。で、成功率上がりますよね。爆上がりしますよね。だってゆっくりなんだもん。どうなりますか？この100回分が体に刷り込まれるんです。となると、ちょっと待てよって体はなるわけです。もしかしてこれこう弾くんじゃなくてこう弾くんじゃねって、こっちが正解なんじゃねっていう風に体が錯覚というか、錯覚じゃないんですけど、錯覚はこっちであって正しいのはこっちなんで、
こっちに刷り込みたいんですよ。うまく体を騙してこっちに持ってくるってことができるようになるのが、何回も何回も正解プレイを聞くしかないんですよ。これしかないんです。もうこれ以外ないんですよ。だからこれをやんなきゃいけないんです。だから僕はやりなさいって言ってるんですよ。だからテンポを落としなさいって言ってるんですよ。やっぱりこの皆さんできる以上の自分のキャパ以上のことをなんとなくやっちゃうんですよ。ゆっくりやるっていうことは、まあ原曲よりもちょっと遅く練習するのねと、原曲よりは遅いけど、僕のデモ演奏よりは遅いけど、自分のキャパよりはだいぶ早いっていうね、まあ、そういう練習を皆さんしちゃうわけです。はい。だから僕は自分に厳しいっていうふうに言ってるんですよね。このね、自分の体のキャパっていうのに寄り添ったね練習が必要なんです。ただそのね、ストイックさっていうのは必要だったりします。このびっくりな練習を何回も何回も体にねプレイして刷り込むっていう、地道なプレイをする、つまんないプレイをする、そういう意味での努力というかストイックさが必要です。だから自分に厳しいってなってこんなことばっかりやってたって、全然その自分に対する厳しさが身を結ばないんですよね。無駄な努力になっちゃいます。だから練習したら練習しただけ上手くなるっていうのは嘘なんですよね。なのでここまで落とし込んで、そっから量の話になるんです。だからこっちを量ばっかりこなしててもダメなんです。量か質かの問題って、なんか卵が先か鶏が先かみたいなね話にはなりますけど、確かに量をこなせば質が上がってくるっていうね、そういうレベルの人もいるんです。だけどまずはこの量をこなしても質が上がるのか、この量をこなした先に何があるのかっていうのがちゃんと分かって、そのメソッドを信じれる、ましてやその練習している自分を信じれる、そんな練習法をしてください。これをやったら上手くなるぞ、弾けるようになるぞっていうところをやってください。はい。闇雲はダメです。ギター練習は闇雲はね一番良くないし、上達からはね遠ざかってしまうし、嫌になってしまいます。できないとねやっぱり自信がつかないし、自己嫌悪というか自己肯定感が低い人はなおさらなんですけど、自分にね自信がつかないですよね。でやっぱりねこれ趣味でもプロの人はもちろんそうなんですけど、やる以上はやって成果が出て自信がつく。ね、もっとやる趣味だとしてもね、この楽器を弾く醍醐味だと僕は思います。なのでね、僕のところに来る生徒さん、僕の動画を見てくれる皆さんにはですね、やるからにはね、上達してもらいたい。上手になってもらいたいんです、ギターを。はい。ギターは上手になってった方が絶対楽しいです。いくら週末の趣味でもです。はい。時間が取れなくても、取れた時間内で絶対に上手くなった方が楽しいんです。はい。なのでね、ぜひ上手くなりましょう、ギターは。というわけで今日はね、そんな練習方法じゃないですけど、マインドセットでもないですけど、そういう話をね、させていただきました。まあ、具体的な練習法とか、もっとこういうね、気持ちの面とか、マインドセットの話とかですね、そもそもここを勘違いしていては、みたいなね、お話もたくさん、僕のね、LINE でお話させていただいてますのでね、ぜひ僕の LINE のお友達になってください。はい、絶対なってください。はい。LINE ね、新しくしました。はい。ちょっとここのところね、すでにね、ご登録いただいている皆さんに、ちょっとご迷惑をね、おかけしてしまったんですけれども、何が起こったかと言いますとですね、僕の LINE のプランの上限いっちゃったんですよね。で、気づかないうちにストップさせられてて、やばいっていうことで、急いで課金したんです。そしたらね、一気にまたメッセージが流れてしまって、というわけで、なんかメッセージ来ねえなとか、なんか一気にドドドッと来たなっていうようなね、そんなご迷惑もおかけいたしました。今回、一新しましたので、新たにね、この動画を見て僕のことを知ってくださった皆さんもですね、ぜひ LINE でお友達になっておいてください。はい。最後にライブの告知をさせていただきます。11月22日祝日前夜ですね、横浜でライブをします。11月24日金曜日はですね、名古屋でライブをします。関東の皆様ですね、あと名古屋の皆様、ぜひ僕のプレイを生で見に来てください。楽しい夜にしましょう。というわけで今日はここまでです。ありがとうございました。2番目に太い弦の3フレット目、1、2、3ね、このナットから見て